暗室の左奥んとかにありました。ああ、なるほどね、わかりました。まあ、奥エンジン保安官、保安官、保安官、本当に保安官やろうよ、保安、え、やろうよ、やらない、逃げるの、やらない、違うんま、やらない。全く持ってねえ俺。してるね。メイヤさんそれどんな格好してんの？いや俺は分かんないですけどあったんでこれに下のスキンが欲しい、下のスキンが。どんな格好してるの？いい髪役職きた。金持ち。服が変わった。ああ、ただのクルーだ本当。本当に変だよ本当に。部屋の下誰だよマジ。勘弁してくれよ。すごいなってよこれ。勘弁。本当だよ。勘弁。シェリフ引いたら部屋落ちたし。シェリフなのにシェリフなんですかって聞いて、なりけったりだ。そうだよ。くんなしくん。あ、アベリーさんでも顔照れてるから誰かとラバーズになってるよ。ま、そんなことないです。アルマくんかっこいいからどうしよっかな。ナイス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 。さて何人カップルは誰だ。カップルだな。カップルは誰だ。あ、このアベクロやん。テク照れてるし。あれ？あ、本当だ。あ、違う。クロレージ？その流れやめよう。多分俺そうするとあのお揃いのやつ釣られるから。あぶない。クロムが。あれだってなんかお揃いのペット頭に乗せて。あれ？クロムの馬を？クロムの馬あれるのか。え、いつに誰で買ってた？そのなんか同じ猫飼ってて別のカットからだけど同じ猫だねみたいな。バレがちな。修羅場になってる修羅場に。阿部クロレージ、クロレージって解散したんじゃないの？危ない、匂わせ。クロレージ解散したの？クロレージは解散してると思うから大丈夫だと思う。あ、クロレージ解散したんだ。トップの塔に。多分大丈夫なんだ。あれ別れてるから大丈夫だと思う。別れてる。でもお互い照れてたしな。もう終わってるよ。青さんっぽい聞こえなくて、ね、聞こえた。青くんどうしたの？あ、え、俺もお話ししたい一緒に。なんか、なんかね、あのなんていうか。青さん昨日何してたんですか？昨日は夜ケーキ食べながら配信してた。配信者や。怪しいね。配信者。本当かな？怪しい？怪しいね。全然いけると思うけど。メイヤさんだよ。メイヤさんだよ。今もう3人いる。マオさんエンジン配線しました今。え、してない今メイヤさん。あ、してないですよね。あ、そうですよね。これそう。いるよ。塗られる塗られる。やばいやばいやばい。塗られる塗られる塗られる。ええ。ああ、左側？あれ？左側か？あ、左だな。動いてないです。誰だった今？見てなかった今。動いてないです。動いてないです。なんでだろう本当に。動いてないです。はい、出てないです。あら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 。誰だろう。やば。打ち切るか。どういう状況ですか。山さんがいっぱいコックピットでいっぱい人がいて人が死にました。カメラ見てた人がいるはず。クロムが見てたエンジンにいっぱいいたけど、そっち側の様子は見れてない。わかんない。え？いやエンジンに人がいっぱいいたのは見えてるけど、なんか途中でなんかあの切り替えてアーカイブにハタサコさんがいるなと思った瞬間でレポートされちゃったからわかんないんだよね。ナナコさんは結構僕って白出るんじゃない？僕配線やってたんだけど。てかプテさん、あの武器こいてそのまま一緒に行ったんで多分違う。いや武器こいてそのまま行ったは関係ないと思うけど、まあ、プテは上の方に行ってたから多分違うとは思う。いたのがね、誰だっけ？メイヤマオオラフ、マオオラフ、タケオ、メイヤタケオ、アベレ、マオオラ、メイヤタケオ、アベレ、え？ほら、確かに。入るわ。え、で誰か白とか出せないですか？出せないです。あ、七パターンみたいな。七パターン。いや、僕白でしょ。だってオラフ魔王が左側にいたよ、僕より。なんでそんなはっきり見えてるんですか？はっきり見えるものにも、なんかオラフ君と魔王君は左右に動いてて、僕は微動だにしなかった。俺も動いてない。いや、魔王さんとね、あの藤宮も左にいたはずだよ確か。僕は停電直してるので無理です。あ、停電は直してると思う多分。誰か、うん、俺は直せてないけど直ったの見たから。分かんないね。じゃあ魔王さんは左側にちょっと行ってるのは見た、
なんか左右に動いてた、うん、多分一番俺より俺真央さん俺鬼木っていう順番だったかな。多分俺が見えてる横並びを、うん、でその左のさらにクジミヤがいたから、まあ、でプテが上に行ってたから、うん、あかな、うん、ちなみにあのアドミン壊れたらしいですよ、はい、オラフが壊れてます、に僕が見た時2秒しか見てないんですけど8秒間誰か見た人がいると思います。前回のターンにね左下に2秒怪しい、変出してそうアドミン付け橋怪しい、なんで、うん、怪しい、まあもういっかみたいな感じのすごい、うん、まあでもこれ詰めらんないでしょ、うん、詰めらんないからだよね、ええ、あれ青オラフがちょっと怪しいな、怪しいね、不死身はねワンチャンあると思ったんだよな、僕の白出るはずなのになんで見えてないのって多分ねここら辺このぐらいの距離感で僕とオニキは多分動かずに立ってて、そう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 、でなんか こんな魔王オラフは結構こういう動きしたな、そう魔王さんは左に行ったのよ僕よりも確実に、これ魔王さんかなかもね、何かつくいくか、アーソニスト誰だろう、アーソニスト、アーソニスト群れたがる人間、確かにそうか、あの中にいる、絶対カメラは絶対見ない、カメラは絶対見ない、カメラは見ないだろうね意味ないもん、確かに、あこんにちは魔王さん絶対殺したでしょ、殺してないよ、じゃあ魔王さんでしょ、メイヤさんこっちおいで、竹尾くんは来ちゃダメ、あんち来ちゃう、はい、かけ終わりました、あれ、ラバーズ、あいつらラバーズじゃね、あれあたさこ、あ、誰だ、あ、皆さんか、竹尾くん、終わったの、何よ、ダメだよ、いいね、あ、あ、あ、死んでる、はい、死体の位置はエレクトリカルのはしご下のところであって、で俺が今カメラを見ていたら、あのアベレージ君がオラフ君に変身したのでアベレージ君が確定したのです、アベレージ君がオラフ君に変身した、はい、アベレージ君がオラフ君に変身したのでアベレージ君が確定した、出てこしい出てこしい出てこしい、してないしてないしてない、え、あ、待って待って待って、逆かもしれないよ、逆かもしれないよ、オラフ君が元に変身したんだよ、もともとアベレージだったオラフ君かもしれないよ、いや僕はもうそれはありえるわ、え、オラフ君って今どこにいるの、オラフ君って今どこにいるのって、昇降機右にいます、阿部さんは、僕昇降機停電直しに行こうとして左開けて、で持つの方行こうとしてます、新卒エレキでうじゃうじゃしたじゃないですか、そうで停電ならない、僕はもうメインに上がってシャワーアーカイブ昇降機右って言ってます、え、だやっぱなんか切ってからさ変身する方がおかしくないですか、あ、切ってから、って思ったんですけど、なんかだってアベレージさんがオラフ君に変身したのって切った後っすよね、多分ナナコさん目線って、うん、でも切ってから変身してそこでその人になすりつけるみたいな、え、うん、それだったら最初から切る前から変身してた方が良くないですか、でもそれは気分があるじゃない、今はまだだなって、一応メイヤさんの死体も確認できてて、メイヤさんの死体メインホールの女性のところにありました、うん、女性じゃないや、あの暗室です、暗室、ごめんなさい間違えた、暗室の左奥のところにありました、おー、なるほどね、わかりましたまあ、ローラーするべ、ローラー、ローラーでいいかな、そしたらどうぞ、オラフ君入れます、アベレージ君から入れます、アベレージ君から入れます、え、これさ、ちょっとあの魔王くんエンジン保安官本当に保安官やろうよ、えやろうよ、やらない、見えるの、やらない、違うまやらない、やらない、でもオラフくんだと思うけどな、なんだねえ、やだねえ、やだって、やだやろうよ、早打ち対決だ、多分ね、はい、オラフだと思うんだけど
あ、ほんとですか。で、メイヤさんはね、マホくんが来てる。でもこれ、あ、あ、いた。アベオラはラバーズっぽかったですね。アベクロムか。あ、そうなんだ。なんか、クロムさんがめっちゃ嫌がったから、最後。ああ。クロムさんが死んでたら、なんもないね。あれ、あら。え、これもうあと5人？あ、じゃあクロムはやっぱこういう、あれだ、こういう。アベクロムだったのか。アベクロム。まあ確かに、クロムくんも近くにいたなと思ったんだけど、うん、何もアベレージくんの情報を出さなかったから。あ、でもしかもなんか、アベレージさんが、釣られた時にやだって言ってたの黒川さんだったんですよね。あ、だからそう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 。うん、だからあ、じゃあいや黒川、あ、じゃあアベレージ君がモーフィング確定でいいや。あ、そう。そうですね。だから結局あそこにいたのがアベレージ君ってことが証明されたから。要するに黒ム君はアベレージ君をかばっていて、で下側にいたのがアベレージ君である可能性が起こった。あ、ちょっと待って。そうとは限らんか。あと今。今ほら、はい、あ、じゃあ、いや、今の話を。今、停電妨害されてたんですけど、誰ですか？僕がヌーンで左から右に行ったとき、誰が停電妨害してて、全然停電が開けなくて。停電妨害って、だって。とりあえず、プテが、ボタンのところにいたから、裏7から証明できると思うんだけど。いや、プテはボタンの前にいるかと思ったけど、その後確認してたらボタンの前から移動してたよ。いや、いない、いたよ。ずっと最後までいて、最後だけ少し直んねえなと思って机の左に行ったぐらいでいたから、それおかしいわ。今日は真央くん投票で。そうなの？クキョくん投票です。え、なんでなんでなんで。え、畑さこを切ってました。あ、そうなの。クキョくんが畑さこを切ってました。あ、そうなの。あと僕のことをシェリフだと勘違いしてると思うけど、僕は普通にクルーメイトです。え、じゃあ停電妨害は一体じゃあ福君がやってんじゃないかなって思う。え、停電妨害されてないってこと？竹雄さんの視点で。あ、え、真央さんと一緒にいたの？ん？いや、これ真央と竹雄じゃないですか。畑さこと一緒に行って、で、真央くんが右側から来て畑さこ切る。え、竹雄さんと真央さんが一緒にいたんだったら停電妨害してるの、本当にあったんだったら実質で七子さん確定になっちゃう。いなくて。違う。あ、アーソニストか。あ、そっか。やばそうじゃんこれ。お、ではでも、あ、停電直すか。ナイス。本当だったら自分視点は七子さん、そうじゃないんだったらオラフくんです。七子さんはシェリフなので、まああんまりこのタイミングじゃ信じれないけれども、七子さんって僕に白打てないの？うん、だからうち一緒に上の方に行ったけど、俺ボタン の上側と下側両方見たけど、プテハシさんがいなかったから。え、ごめんなさい、僕は竹雄さんは無理なんですか？どういうこと？え、あ、なんか僕の視点だと停電妨害受けてたんで、真央さんと竹雄さんがエンジンにいたっていう証言が。なんでレポートしたんだろう。エンジンにいたっていうのは、うん、竹真央は追ってないっす。あ、そっか、竹真央、うん、あと結局あそこのカメラの前のところで の死体を把握したときに、あれです、アベレージ君かオラフ君か両方どちらかがインポスターであることを俺が証明出してるので、まあ確かにアベレージ、だからアベレージ君がじゃなくて結局オラフ君のアーソニストとかもあるじゃん。だからアベレージアーソニストとかだったらさ、人外っぽく死んでいくのはあるから、オラフ君は否定できなくね、別に。
だってかラバーアーセネストじゃなくてもいいのか。ラバーズだったら死ぬわけにはいかないからクロムはかばうから、そうだね、だから結局オラフ君がそのインポスターである可能性は残ってきちゃうからですよね。ああかな、アシットシフターってことですよね。そうだね、カメラの。え、ナナコさんさ、最後に僕は残り3秒ぐらい少しボタンから離れたんだけど、だからもうプテさんよりかはもうラフ君の方がちょっと人外部で見るしかないかなと思って。あ、そうなの、うん、これか、そうなの。え、ここに来て入れるか。じゃあ停電妨害してるそうな人がいないし。そうなんだよね、だオラフ君がアーソニストの可能性はある。オラフ君がアーソニストだったら、ナイスウィットー、ああアベレージアーソニスト。なるほどね、ナイス、なるほど、なるほどね、ナイスナイスではないけど、ぬーということでした。変身時間マジで短いよな。あ、増やした増やした。本当に、いや申し訳ない。あ、20秒までしかできないから。ドラえもんだって竹尾くん保安官の格好して打ち合おうよとか言ってくるんだもん。だからそれをずっと俺見てたから、おにきの方が白目が高かったんだよね。そう、シェリフ俺なんだけどな、保安官。保安官おにき。もうしかも1回目メイヤさんを暗室に連れ込んだところ全部見られてて、竹尾くんが暗室にメイヤふんって言ってもう笑ってたんだよ。隠してたんですね。震えてたよ。